コリントのユージョ・ライスは、ルネサンス期のドイツの画家ハンス・ホールバイン作の人物画である。スイスのバーゼル私立美術館所蔵。この作品は顧客に高額な支払いを求めたことで、知られる有名な古代イギリシアの高級娼婦コリントのライスを描いたとされる。ライスを描いたものとしたことについては、彼女が当時の偉大な画家であったアペレスの恋人であったことを踏まえているという指摘もある。 ホルバイン自身、当時の人文主義者の仲間内では、アペレスと称されていた。この作品のモデルの女性は、ホルバインの別の作品、ヤコプマイヤーの聖母や、ビーナスとキューピットのモデルでもあったマグダレーナ、オフフェンブルクだったことが判明しており、彼女はホルバインの愛人であった可能性がある。ヤコプマイヤーの聖母、ビーナスとキューピット、1524年。ホルバインのライスは、 ヴィーナスとキューピッドの一年、内視二年後に描かれており、結果的に連作のような形になっているが、ホルバインは当初から二枚目を描くつもりだったとは考えられていない。一部の論者は、モデルの女性をヘタイラ、あるいはクルチザンヌとして描くことに、画家とこの女性の関係についての何らかのメッセージが隠されていると考えている。しかし、美術史屋のピーター・クラウセンは、 このような発想を全くのナンセンスだと断じている。ビーナスとキューピッドとライスはいずれも同じ色合いを用いて同じ衣装や背景の幕を描いている。ホルバインはおそらくはイタリアを訪問した際に見分したレオナルド・ダ・ヴィンチやロンバルディアの壁画家たちのスタイルを用いている。ホルバインはレオナルドのスフマートの技法を用い肌の色合いを調整しており、また 描かれた人物の手前に手すり壁のようなものを描き込むことで、干渉者との間に距離を置かせている。ありがとうございます。